これでもバッテレ。ほら、さよなら。この男こそドリフト界のカリスマ、栃木県出身、小口芳則。自らが作ったという謎の大改造車は今日もいろんな音がしている。エンジンがちゃんと吹けた時の走りは誰もがしびれるスーパードリフターだ。ギリギリまとめた。